このかきたま汁、しらたきを使ってね、今日は作ったんですけど、昔ね、ダイエットし始めるとき、料理が全然できなくて、いろいろ野菜とか、いろいろスープとかもコンビニで買っていたりとかしたんですけど、その時にコンビニとか、ドラッグストアで売られてる、春雨スープ、かきたまの春雨スープがすごい、好きになっちゃって、すごい飲んでいたんですね。タンパク質取るとか、いろいろね、栄養がちょっとね取れるっていうので、お腹も少しね満たされるっていうことで、結構食べていたんですけど、ケースごと買って結構食べていたんですけど、やっぱり自分でねこうやって作った方が、ダイエットにはいいんじゃないかなっていうことで、料理始めてからスープとか、いろいろ作ってきて、紹介とか皆さんにしているわけなんですけど、このスープはね、本当に昔は卵がね結構好きで食べていて、今は全然食べてないんですけど、やっぱりたまに食べるとこのかきたま汁すごい美味しいです。味付けは醤油とか、塩とか、卵でもいいんですけど、無難に醤油と生姜を合わせた、だしっていうかスープっていうのが一番このかきたまスープに合ってるんじゃないかなって思います。はい、今回も昆布とかつおだしを使って、だしを取ったんですけど、それ入れなくても、今回ハマグリじゃなくてなんだっけ、ちょっと出てこないんですけど、貝を入れたりとか、
えのきが入ってるんで、まあ、旨味成分としてはまあ十分ね入ってて、まあ、すごい出汁を取らなくても美味しくなってます。はい。ただ栄養面で言うとやっぱり昆布出汁だけは取った方がいいです。鰹節はまあタンパク質たくさん取れるスープになってるんで、まあ、入れなくても全然いいかなっていうレベルです。あとね、まあ、昔からこのスープを作るときは卵の風味とかえのきとか、まあ、そういった風味を大事にしたかったんで生姜をねあんまり入れてなかったんですけど、今食べてみると、まあ、生姜を倍入れてもいいかなっていう感じですかね。そうすると結構いい感じのスープになると思います。まあこのスープに関しては喋ることがほとんどないんで、まあ、タンパク質取りたい人はぜひ食べてください。はい。タンパク質は不足したりとか、すると筋肉が分解されてしまって、まあ、ダイエットに良くなかったりとか疲れがね溜まりやすかったりとか行動力っていうのがどんどん落ちていっちゃって、まあ、ダイエットとはかけ離れたところに行っちゃうので、まあ、たまに食べるといいんじゃないかなって思います。はい。では本日は以上です。ごきげんよう。